ダニエル・ダン・セクストン・ガーニーは、アメリカ合衆国出身の元レーシングドライバー。レーシングコンストラクター、オール・アメリカンレーサーズの創設者。同国を代表する古豪レーサーの一人。会一で4勝、1967年のルーマン24時間レース制覇などの実績がある。オペラ歌手の家庭に生まれたが、1955年にカリフォルニア州南部で、 トライアンフ TR2 に乗り、レースキャリアをスタートした。同年代のドライバーの中でもなお広く知られた一人で、海一、インディカーシリーズ、ナスカー、ルマン24時間レース等フォーミュラ箱を問わず様々な、レースで優勝を飾っている。またオールアメリカンレーサーズの創設者であり、コンストラクターとして、自分のドライブするマシンを開発した。1970年にドライバーを引退した後も、 のオーナーとして、モータースポーツに携わった。ガーニーフラップを開発したことで知られるほか、初めてフルフェイスヘルメットをかぶったシャンパンファイトをスポーツ史上初めてやったなどの功績もある。2018年1月14日、肺炎に伴う合併症により死去。86歳ボーツ。イ一エは、スポーツカーレースでの炎がきっかけとなり、1959年に、 フェラーリからデビュー。参戦した4戦中デビュー戦はリタイアとなったが残る3戦で入賞し、そのうち2度表彰台に上がっている。1960年は BRM で不本意な成績に終わったが1961年はポルシェに移籍。3度の2位などでランキング3位となった。この年、オランダ GP で観客を死亡させてしまう事故を起こしてしまっている。 1962年には、ポルシェ804に乗り第4戦フランス GP にて、初優勝。これは、ポルシェチームにとっても初優勝であり、結果的にポルシェ界一唯一の優勝となった。ブラバム会一時代1963年より、新鋭チームのブラバムに移籍。2年目の1964年には、第2戦オランダ GP で、初のポールポジションを獲得。 第4戦フランス GP では移籍後初勝利を挙げ、チームに初優勝をもたらした。最終戦のメキシコ GP でもシーズン2勝目を挙げている。1966年より自らが立ち上げたアングロアメリカンレーサーズに在籍。2年目の1967年に第4戦ベルギー GP でチーム初勝利を飾る。 その後様々なチームから散発的な参戦を行うも1970年をもってドライバー業そのものを終えることとなった。1967年ルマン 24H 優勝者、フォード GT40 マーク41967年のルマン24時間レースにおいて、AJ ホイトと共にフォード GT40 マーク4に乗り総合優勝している。 なおこの時表彰台でシャンパンを振りまいたのが、スポーツ史における最初のシャンパンファイトとなっている。1962年から1970年のインディ5 0にスペースフレームの自製シャーシを用いて参戦。優勝こそなかったものの、2度の2位と1度の3位を記録した。百六十九年には、会一に参戦する代わりにユサックチャンプカーに参戦、十八レースで七度の、 勝利を挙げた。ナスカーグランドナショナルには1962年からロードコースのリバーサイドインターナショナルレースウェイを中心にスポット参戦。1963年から1966年にかけてリバーサイドで4連覇を記録した。1968年にも勝ち、通算5勝を挙げた。1960年代前半にはデートナ500にも参戦しており、 1963年の恋が最高順位となっている。1970年から2011年までチームオーナーを務め、インディ500、デートナ24時間、セブリング12時間を含む通算78レースに勝利した。また80年代以降は、トヨタのセミワークスとして、イムシチャやデートナ24時間で総合優勝した。 近年の段1990年にガーニーはそれまでの多大な功績を称えられ国際モータースポーツ伝道入りした。ありがとうございます。